龍崎一国さんです。どうぞ。龍崎一国会誕生。ガンダムシーダとブラックジャックは実は同じ時期やってたんですね。そしてその2つしか入院してた自分には見ることができませんでした。その時間はないんですかね。で、キレイマサとアステランザイが戦った時、そう、相打ちになりましたね。そしてその後生きてたのが終わったとブラックジャックに憎みました。そう、主役が変わったのです。あーフィーダム生きててよかった。あれ、これフィーダムね。フィーダムのファイル取って、そう、綺麗あなたです。居場所がここにあった。これは変えてしましょう。オージャスティス。アスランも生きていた。同じサラ・イズのアニメ。これは嬉しいよ。とはこういうことがありましてね。ちゃんとアスランザラもね、あったんですよ。まあ、その前の下校後のジャズナイクのラストは、歌詞は、今はもう君がいないよだったんですが、 Here I am グローブに変わったんですね。いやー、やっぱりサンライズは何つくか分かりませんね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。龍崎一国さんでした。はい、ちょっと明智くんは今ネタの準備が、ございますんで、ちょっとここは一人でやらせていただきますけれども、うん、今日は、ミュージカルということなんですか。ミュージカルなんですかね。ちょっとネタね、まあ途中途中で歌いたいみたいな。ミュージカルってことでしたけどね。そうですね、はい、まあそういう感じで、はい、コメントで来てますよ。滑舌がいつもよりもいいという。あ、一応コメント来てますけど、ちゃんと歯医者行って、お、どうやって反省かっていうのを聞いてきたんですよ。ちゃんとちゃんと発声法みたいなのを聞いてきたんですね。ちゃんと聞いてきたら、はい、上顎に舌をつけて話すと、うん、うまく話せるようになると。あ、成果出てる、ね、教えられてきたんですよ。成果出てますね。それでなんだかね、はい、こういうふうに反省になったんですよ。なるほど。はい、はい、まあ、まだね、ちょっとこれからまたトレーニング積まれると思いますけど。はい、まだね、噛みますからね。そうそうそう。舌が癖むんですよ、なんか癖で。おう。それを減らさなきゃいけないんですよね。ああ、ちょっと癖でね、ちょっとどうしても滑舌悪い。噛んじゃうんですよ、やっぱり。ああ。噛んじゃうんですよね。そうそうそう。そうなんですよ。そうなんですね。でも結構痛いですよ、やっぱ噛むと、やっぱ。ああ、結構ダイレクトにガッツリした感じ。ガッツリするんだな。ガッツリした。しもう食べてる時に、うん、物食べてる。舌で押さえつけて噛むんで。ああ、なるほど。その癖でね。噛んじゃうのね。はい。ごめんなさいね、僕らだけ楽しく喋ったの。申し訳ない。申し訳ないですね。申し訳ない。はい。さあ、どんなことで、龍崎一国さんでしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、オーナーさん、ありがとうございます。オーナーさんが、ね、すごい温かいコメントでね。